はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないです。違います。今日は、はい、着てる服が可愛いです。マリオです。ルイージです。ルイージとボクリです。時間は10時です。今日は6月の7日。はい、はい、今日は2階に来てスーパーファミコンミニをやっています。ミニ、何のゲームをしますか？はい、さっきドンキーやってました。うん、次何する？ちょっとやってるところを撮りましょうか。ほんなら次は初めてやったこれ。何それ？ニンテンダーパネルデポン。パネルデポン。おお、パネルデポン俺やったことないな。ちゃちゃも知らんと言ってたで、うん、パネルデポン。パネルデポン、パネルでポン。上村さんやったら知ってかな。今度聞いてみてよ、上村さんに。今度聞いてみんな。でら、かわいらしい女の子いっぱい出てくるな、これ。リズム天国みたいなやつ。パズルゲームやろ、パネルでポン。あ、パズルゲーム。テトリス的な、ぷよぷよ的なやつ。全然違うな。ちゃうな、上から押してくるやつちゃうな。あー、下からせり上がってくるやつか。同じ色を3つ揃えるんちゃう？それくるっとひっくり返して3つくやつが。ほら OK だ。3つ揃えろ。上の方からいけ。どこでもええわ。それを上下で入れ替えちゃう。それそれ入れ替えろ。じゃあ上下上下。それ左右じゃなくて上下。あかんあかんあかん。おお、いけた。頑張れー。おー、開けた。真ん中どうでもいいね。横や。やばーい、やばーい、やばーい、やばーい。あー、やばい、終わる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 、あー。ダメだー。あかん、3つ揃えへんな。あかん、一番上行ってもらった。ダメだー。あー、終わったー。ゲームオーバー。トライアゲインっていうゲームですね。はいです。ちょっとこれは難しいね。はい、他にはどんなゲームがありますか？1回だけやりましたけど、うん、ゼルダの伝説、神々のトライフォースとかありますね。コントラスピリッツとかありますね。懐かしいですね。スターフォックス2、ファイアーエンブレム、新魔界、新茶、超や、超魔界村、超魔界村やめときめっちゃ難しいから。スーパーメトロイド、スーパーストリートファイター2、いろいろあります。ザニューチャレンジャー。へえ。頑張れゴエモン、頑張れゴエモン。いきますか。うん、上村さんやったら、あのパネルデポン知ってるかな？知ってると思う、多分上村さんやったら。あ、これ一回借りたな、ムクの木で。うん、上村さんも知ってるわ。うん、頑張れ、これもう雪姫救出絵巻。これ一回借りたな。うん、スタート。ここやな。あれ二人で試してもたよ、今。ゴエモンと、これは誰だっけ、だっけ、なんだっけ、なんとか丸、獅子丸ちゃう、誰だかな、これスケ丸。あー、ボロボロホロホロデラの、なんとかさんね。ホロホロデラ。ステージ1、謎の女幽霊の巻。忍者の、いや、ゴエモンは忍者の。ああ、もう死んだ。はい、倒し倒し。もうやられまくっとんかな。くる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 、頑張れ頑張れ。入ってもだ。なんかお店です。
お二人ちゃんこんにちは、ご機嫌いかが。なんかボタン押してよ。これか、もう出た。そこ出ました。やばい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 、倒して、倒して倒して、そうそうそう、うまいうまい。お金お金お金、あ、取られへんかった。やばい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 、どこ行ってもうた。あ、なんかおった。北の方から怪しげな雲が来るわ。お花とても怖い。お花かい。怖い邪魔。あれ、また戻ってもうた。幽霊、これ倒して、幽霊。あ、死んだ。行こう。取られへん、こっちか。こっちから行こう、小太郎さん。ああ、死んだ。あれやな。倒した。あ、金取られた。パネルでポンはもう大人用のゲーム。そうだ。むずいから。いや、子供でもできるよ。ああ、来た、しばかれた。あー、死んだ、俺死んだ。片手無理、あかん。まだ押しまった。こっちうまいや、こっちうまい、こっちこっち、あだ、先生な、こっち、あー、ウェーン、あった。あお、巻物ゲッツ。あー、やばいやばいやばい。お金ゲッツ。行ってみよう。なんかおでぎだ、たぬき、金玉でかいたぬき。二人で行く、一人で行く、二人で行く。あいつ倒すんちゃうかい。あいつできちゃうの。うん、これが本物のデキ。ごめん、死んだ。こっちうまい。うん。ああ、かんかん、無理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 。ああ、かんかん。おお。完全死んだ。完全死んだ。え？俺片手やねん。ああ、無理無理無理、死んだ。ゲームオーバー。お前はもう絶版だ。はい、というわけで今日はスーパーファミコンやりました。じゃあの昇竜拳。